掴む、上げる、戻す、掴む、ひねる、戻すって感じかな。どうも、ゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお送りしておりますということで、質問があったので、はい、お答えしたいと思います。どこか当ててみてください。今スイングして、それ自分で意識してやってるもんなんですか？意識しては、癖みたいなもん。最初は意識してなかったです。以前は最近は半分意識してる時は、結構意識してる。あ、自分のフォワードプレスってこれだなって分かったんで、でそこがやっぱりめちゃくちゃ大事。その上げるためのきっかけ作りで、いいそのリズムとか力感で上げられた時ってやっぱいいスイング、いいショットになるんですよ。確かに。そう。でもなんか悪いスイングの時とか悪いショット打つ時って、もうこの辺でもう違和感を感じ、しっくりきてないって分かるじゃないですか。分かりますね。もうなんか分かんないけど、もう振っちゃうみたいなあ、やっぱりねみたいなってなりますよね。絶対なりますね。そう。でもそれをやることで、あ、やっぱいいスイングに自分がこう導きやすいというかね、導かれやすいので。フォワードプレスっていうのはルーティーンの中に含まれるんです。ルーティーンの最後って捉えていいんですかね。今ルーティーンの最後っておっしゃったのが正しいんじゃないかなと思います。はい、最後のスイングに、入るための最後のスイッチオンですよね。スイッチオン、スイッチオン、行くぞと、っていうイメージ。そのスイングの、はい、じゃあちょっといつものルーティーンでお願いします。ボタン、オッケー。7番アイアンで大地プロのルーティーン入ります。ソールして、脱力して、完璧じゃないですか。プッシュアウト、トップ左腕がどうなってる感じですか。一瞬ちょっと内にキュッと入ってる。まあこれってだから自分で意識してることと見た目で見えることは違うかもしれないんで、児玉さんが言った左腕っていうのも、そう、僕は意識してないだけで、やっぱフォワードプレスって結構無意識に入ってるものが多いんでね、一つではない。そう間違ってない、複合されてる場合もあると。そう、フォワードプレスは上手な選手は皆さん何かしら持ってるはず。目に見えなかったりするけど、動きとしては、結構その力の溜まり方とか始まるきっかけは目に見えないものだったとしても、その選手の中では何かが動いている場合もあるんで、とにかく完全に静止状態からいきなりパンって動くんじゃなくて、何かをきっかけにバックスイングが始まるっていうのが、いいフォワードプレス、その持っていた方がいいフォワードプレスだと思います。下半身注目して見てみるんで、はい、ちょっとじゃあ分かりやすくやってみましょうか。誇張、お願いします。誇張します。誇張タイプで誇張します。本当にそういう風に打つ時あると思います。今のは誇張してもらいましたね。分かりました。さすがに分かりました。ソールして、両膝曲げる。正解。位置についてよーいのこの、そういうイメージ。なんか僕のイメージはこう力がどんどんこう圧縮して溜まってって、こうある一定の条件、力まで達すると、体がこうすごくいいリラックス状態、上半身はね、リラックス状態から体幹の力が入っていくという、こうぐーっと圧縮して、この状態でひねった時に一番こう元に戻ろうとする力がこうかけられる、バーンと戻っていく。なんかこう膝を曲げてないと足にあんまり力が入っていかないから、バックスイング してもちょっと重心が今やっぱり高いんですよ、足に力がかかっていかない。自分の場合は膝がぐーって曲がってからバックスイングすると
両膝、両足で地面をつかみました、それでひねってますっていう、で左にそれをパーって戻していくっていうイメージだから、この動きがあることによってスイング中の動きは安定するし、始めるきっかけとして足とか、まあ、お腹とかに力が入りやすいから、やっぱ手先だけで上げなくなる、上半身にはやっぱり余計な力がかかるというイメージです。じゃあアドレスの段階ではまだ膝はほんのちょっと緩んでるだけ、最終的なスイングは完成してないと。そうです、フォワードプレスで完成してゴーと、そう完成して位置について用意バーン、うん、みたいな。そう、あとクラウチングスタート、僕ね、中学時代陸上部だったんで、あ、陸上部、あ、バレー部じゃなかったでしたっけ、そう、高校時代、あ、高校時代中学時代は陸上部だったんで、セットでこう引っかかって、腰をこう浮かせるの、ここね、で、この状態でいたらもうプル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 ってなってきちゃうじゃないですか。なりますね。これ何が言いたいかっていうと、アドレスで固まってる人は絶対いいスイングできないってことです。セットでこの5秒間ぐらい止まってると一緒で、早く鳴らせよと、やっとインパクトの瞬間には自分がこのね、支えとなって、体が支えとなって手を振っていかなきゃいけないわけですよ。だからちゃんと地面を掴んでる、掴んでる、立つじゃなくて地面を掴んでないと力なんて伝わりはしないっていう、それは痛いですね。それはしかもその時のやっぱり地面の硬さとかによっても変化してくると思います。だからここ硬いからそんなにグーって掴むってなんなくても、うん、まあ触れちゃうんですよね。やっぱそこまで大きくはやんなくてももうだいぶ安定して掴めるんで、コースだと柔らかいからよりこう掴むって意識が高まると、よりこう膝の動きって若干強くなるのかなという、そんなイメージですというのが私のフォワードプレス初動。この動きですね、両膝曲げると、両膝曲げる、いつものルーティンで、どこですか、もう一回、ないないもう一回お願いします。ないですか、ないパターンは、ないパターン、ないパターンなんてあるんですか。さっき言った見た目では見えないっていう部分もあるんで、うん、その人の力のこの猫、いや、これはやりますね、ちょっとジランダフムみたいな、ジランダ、ジランダフム、ジランダフムでワッグルちょっと入れちゃう、あ、結構あるあるのパターン、あるあるパターン、うん、残念、あるあるのあるあるでした、特殊なフォワードプレスではない、ないだ、僕のと似てます、ちょっと真似してください、僕の動いてるでしょ、動いてますね、ジダンダ踏む、ジダンダ踏む、動いてて動いてたのが一瞬止まるみたいな、わかります、一瞬動きを止めて、やっぱ僕と一緒で力をキュッと一瞬こう体全身に適度な圧をかけて、そこから動くことで今までこうやって動いてた部分でそのまま上げちゃったらやっぱこうやってなっちゃうかもしれないじゃないですか、極端な話ね、うん、だそれをちょっと一瞬打ってこう止まることで、そこでちっちゃい芯ができるあ、自分が一番ここって思ったところで止まって、ここってなったら、ここってなったら一瞬こう止まって始まるから、まあ少しこう軸、芯がちょっとできやすいかなという、まあ、それをやってると思います。結構でもこれは選手多いと思う、やっぱりそのみんな動くわけですよ、固まんないように動いて、ダフナジェイソン・ダフナで、こう一瞬止まる、動いててピッピッピッみたいな、
なんかこう動いててそのまんまでこうこうやって上げる人ってなかなかいなくないですか、まあ、確かに一瞬やっぱり止まって上げるってなりますよね。だその止まってる時間が長いのは良くない、うん、やっぱりさっき言ったアマチュアゴルファーの人はやっぱりこう完全に止まってる時間が結構長い人が多いから筋肉って絶対こう筋肉疲労っていうのがあるわけですね。力をグッて入れたら最初の数秒間がもうマックスで力としては、はい、そこからもう低下していくわけですよ、うん、だからアドレスで固まってるとどんどん本来踏ん張れるはずのパワーとか生むはずのパワーがもう低下してって、うん、で固まってくるわけですね。あのよく言うのは3秒ルールみたいな、あ言いますね。3秒以内にあの止まってから3秒以内に振った方がいいっていうのは僕は思います、うん、3秒。じゃあ最後に、まあ、例としてね打つまではやっぱり動いた方がいいと、足をしっかりこうね踏み直してこれならバランス取れてリラックスすると、そうそうそうスイングできるかなって言って踏めました。これくらいの、まあ、タイミングがオーソドックスではないかと、うん、今のでまあ1秒止まってないですもんね、おそらく。そう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 、松山英樹くんとか止まってるように見えるけど動いてる。あ確かにその動きある。で最後にこう膝がグッてちょっとこう深く曲がってやっぱりこう力が入ってから上げるみたいな、いろんな動画でも言ってますけど、はい、構えとかの重要性に、うんまあ、気づいてないというか動きばかりにねやっぱりとらわれて、うん、構えがおろそかになってる人が非常に多いっていうのはレッスンしてて思うことです。まず動きの前にいい動きの前にいい構えがないと、うん絶対にいいスイングができないから、ルーティーンは大事なんですね。まあ、ルーティーンは大事っていうのはまずちゃんと立つ。立つ。でその立ち方のやっぱ手順を自分で作っておくといい。最初に結構膝曲げておくとね、やっぱこういう立ち気味のアドレスになりやすいんで。重心が後ろ行っちゃってますね。そう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 。やっぱり入る時って大体ほとんどの選手は膝が伸びてだんだんここでこう曲がってくるみたいな、うん、そういう動きがあると思うんで、最初からこう。膝曲がって構えちゃう。これ力出そうですか？ダメなパターンでですね。懐も狭いし、振りに。危ない。この今回のフォワードプレスの話はやっぱり構えがあって。その初期動作で、まあ、できるだけ手だけに力が入るように気をつけましょうねっていうところなんで、まあ、足とか、まあ、一つはこう体重がね左に入ってから右に乗せるっていう人もいるし、最初から、右にちょっと乗って引くっていうのがきっかけになる人もいるし、いろんなきっかけがあるからこれ何でもいいです。第一プロのフォワードプレスは膝芯で当たりました。やっぱりちゃんと掴む、上げる、戻す、掴む、ひねる、戻すって感じかな。でね、良くないフォワードプレスもある。良くないフォワードプレス、そう、例えばそれはまた次回、まあ、次回言いましょう。今回の動画はこれでとりあえずフォワード、うん、そう、良くないフォワードプレスというかね、良くない指導の仕方があるんで、うんはい、それは今度説明したいと思います、はいということで、はい、今回はスイングに入る前のこのきっかけ作りというねお話をさせていただきました。ショット編ということで、はい、私のきっかけはこの膝が曲がる、そしてひねる、戻す、この3拍子です、はい、1、2、3、こんな感じでスイングしてます、はい、参考になればと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。第一ゴルフ TV ご視聴ありがとうございます。よかった動画にはいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それから Twitter、Instagram、Facebook もやっておりますので、説明欄の方からフォローお待ちしております。ありがとうございました。